はい、はい、こんにちは、かき氷大社の浜田です。本日は、かきご飯の、ご飯の改良をしましてですね、かきご飯なんですけど、鯛だしで、なって鯛だしの上にかきのゼリーで、しますので一回でも見てみてください。はい、どうぞ。やってみました。じゃーん。あ、色はあんまつかないですね。だしでまず土鍋ご飯として、ね、やってみて、これで鯛を一緒に牡蠣も一緒に食べようかなという感じです。はい、とりあえず食べてみます。うん、あー、鯛の味がもうちょっとやっぱ醤油かな。これと醤油足したらいい感じになると思う。これと、あ、これね、ということでこの鯛だしを使って、また今度これから炊き込みご飯やりますんでお願いします。